ニート祭りは認定 NPO 法人ニュースタート事務局が毎年2月10日に開催するイベントである。認定 NPO 法人ニュースタート事務局が2月10日をニートの日として2005年よりニートにまつわるイベントを開催している。ニートという言葉が日本に登場した最初期の頃から開催してきた計算になる。第1部では ニュースタート事務局が、スタッフやニート当事者たちが、朗読劇を上演。第2部のトークセッションでは、ニート界隈で今をときめく、スーパースターが勢揃いする。人として成長するために辛い経験は必要だという、熱血根性論ではなく、辛いことは辛いんだから、回避してもいいんじゃないもっと生きやすく、生きようよという、緩めの肯定論を感じさせてくれるイベント。 100人ほどの会場は満員となる。2021年は新型コロナウイルスのためオンライン開催となり、250人ほどが視聴した。ページに毎日がちょっと楽になる。ニート祭りに学んだ現代社会の緩めな生き方、働き方、アーバンライフメトロ、アーバンライフメトロウルム、アーバンライフメトロ、2021年3月19日閲覧。 ニート祭り2021、無事終了しました。認定 NPO 法人ニュースタート事務局、ニート引きこもり支援。認定 NPO 法人ニュースタート事務局、2021年3月17日閲覧。2月10日は、ニートの日、下北沢でニート祭り、無職フェスト共催。下北沢経済新聞、2021年3月18日閲覧。下北沢で、 ニート祭り開催へ引く劇団ほぼ無職の講演も下北沢経済新聞2021年3月18日へ閲覧今年もニート祭りが開催されるカリスマニートが悪せく働かない幸せ論を展開キャリコネニュース2021年3月18日へ閲覧2018年2月10日第12回ニート祭り開催 認定 NPO 法人ニュースタート事務局、ニート引きこもり支援。認定 NPO 法人ニュースタート事務局、2021年3月17日閲覧。ニート祭り2019予約受付中。認定 NPO 法人ニュースタート事務局、ニート引きこもり支援。認定 NPO 法人ニュースタート事務局、2021年3月17日閲覧。 ページに毎日がちょっと楽になる。ニート祭りに学んだ現代社会の緩めな生き方、働き方、アーバンライフメトロ、アーバンライフメトロウルム。アーバンライフメトロ。2021年3月18日へ閲覧。ニートの日2月10日、ニート祭り2021は、オンライン開催山奥ニート、隠居生活者らが登壇。エキサイトニュース。 2021年3月18日へ閲覧、ありがとうございます。